東京、もやもやを叫ぼう。私のもやもやしんどさはこれだ。ウィメンズスピーチを開催します。今日第3部司会を務めます浜田すみれと対馬かりです。よろしくお願いします。まず注意事項を、申し上げます。ネット中継が入っておりますので、映りたくない方はすみません、2階席用意していますので2階席に上がってください。それからですね、保育ありますということで、あの宣伝もしておりましたが、保育室があります。ごめんなさい。必要な方はスタッフに、第一控え室が、第一控え室が、例えば授乳とかの部屋に使えるように用意してありますので、もし場所が分からなかった場合は、この案内係をつけている人に聞くか、ウィメンズプラザの案内に頼った方がもしかしたら早いかもしれません。それから今日手話通訳をお願いしておりますので、スピーチをされる方はゆっくりめにお願いします。私も気をつけます。ですね、マーチの参加人数は、300人近くの参加をいただきました。ありがとうございます。初めはね、20人ぐらい来ればいいんじゃないかということでやったんですが、なんと倍以上、じゃないよ、10倍以上の参加がありました。とっても嬉しいです。ありがとうございます。ですね、今回の、3部構成の国際女性デーウィメンズマーチ東京なんですが、1月21日にアメリカの新しい大統領ドナルド・トランプが、誕生しました。これまで女性蔑視、人種差別的な発言を繰り返してきた人物が大統領になったことを受けて、就任式の翌日、アメリカのみならず世界中の女性たちが反トランプを掲げてウィメンズマーチを行いました。さまざまな背景を持った人が参加し、歴史的な規模となったこのウィメンズマーチは主にインターネットを通して日本にも伝わりました。また日本でも1月21日にウィメンズマーチが行われました。参加者それぞれが掲げた手作りのプラカード、ステージに上がったスピーカーたちの発言、 SNS で発信される女性たちの声からは、反トランプを超えて今この世界に生きる一人一人が抱える不安や困難が伝わりました。いろんなしんどさとか辛さを抱えている女性たちは日本の私たちの周りでもたくさんいます。そんなことから私たち実行委員会は国際女性デーの3月8日この日に、女性たちみんなで歩きたいと思って、1ヶ月前に、ここでなんと1ヶ月前で実行委員5人というすごく大変な準備時間だったんですが、今日企画しました。どうなるかわからないけどやってみようということでやったのですが、賛同団体がなんと34団体になりました。ありがとうございます。賛同団体の皆さんにも本当にいろんなご協力をいただきまして、サインを作ったりですとか広報にも協力していただきました。それで皆さん一人一人が今日集まってくださって、こういう会と、マーチができたと思っています。本当にありがとうございます。で、今日は国際女性デーですが、国際女性デーって何の日か知ってますか？アメリカでですね、1908年に3月8日に、アメリカのニューヨークで女性労働者たちが大規模なデモを行いました。で、それは賃金の値上げとか、参政権を求めた、デモでした。歴史に残るような大きいデモで、それがきっかけに3月8日は国際女性デーになりました。国連が定めたのが1 9
この国際女性デーでは、ウィメンズマーチオンワシントン、アメリカの1月21日のマーチを主催したところからいろんなアクションの呼びかけがありました。ではご覧になられてるでしょうか。一つ目のアクションが仕事を休むというアクションです。女性たちが担っている仕事、給料が発生する仕事も無償で担っている仕事もあると思うんですが、例えば家事労働とか、育児介護なんかですが、そういうところからこの日休んでみようという呼びかけがありました。それは女性たちが担っている仕事が本当に安く買い叩かれ、また価値がないと思われている、そういう社会今現状があるので、じゃあ私たちがいなくなったらどうなるか見せてやろうということで、今日、仕事を休むという呼びかけが行われました。で、2つ目のアクションはお金を使わないということです。で、女性たちがこれはアメリカの話ですが、買い物をする、経済を回す時の買い物をする7割の、買い物をする人たちは女性が7割買い物しているというデータがあって、それはもちろん家事労働を担っているのが女性たちだったり、お財布をでいろんなものを家族のために買うのが女性たちだったりするので、そういうふうになってくるわけですが、じゃあちょっとそれを一旦この日やめてみよう、お金を使わないでみよう、そしたら経済的にどうなるだろうか見せてやろうぜということで、その呼びかけもありました。それから3つのアクションは赤を身につけて連帯しようということです。皆さんも着てますね。赤を着て、連帯しようという呼びかけでした。で、私たちも、準備期間短かったんですが、この間に、この国際的な呼びかけを翻訳をしてと呼び立てたりして、それもご覧になった方もいるかと思います。それでは第3部なんですが、今日の、フィナーレですね。日本にも皆さんが抱えている悩みにどうにか応えようとして日々取り組んでいる団体がたくさんあります。今回のマーチの呼びかけに応えてくれた人たちから、院内集会で発言した団体以外の団体になるんですが、9団体今日お呼びしてますので、それぞれ今回賛同してくれた女性たちによる、私たちがマーチした理由というテーマで5分ずつお話しいただきます。で、時間が限られていますので、ちょっと団体紹介は司会からはしませんが、それぞれ呼ばれましたらこちらに出てきていただいて発言をお願いします。話はゆっくりお願いします。それでは、1団体目トップバッター、24条変えさせないキャンペーン、よろしくお願いします。皆さんご苦労様でした。24条変えさせないキャンペーンの呼びかけ人で、別姓訴訟弁護団の事務局長で待った弁護士の内越さくらです。本当コールしながら、私は一人ですね、私の名前私は変えないって一人でこう言ってたんですよね。もうあなたも変えないとはねいう感じで、もう本当いろいろムカつくよなとか思いながらもですねやってます。それで、ね、まず、今日の話は憲法24条の話をしたいと思います。家族は互いに助け合わなければならない、そういう自民党改憲草案24条1項を目にしてもですね、何が問題なのかなと、9条だったらなんか怖いけどもっていうふうな人はまだ少なくないんじゃないかなと思うんですね。でもやっぱり24条っていうのもとっても改憲されると危険な条文でですね、多くの方はご存知かもしれませんけれども、憲法24条1項は婚姻は両性の合意のみに基づいて成立することなどが書いてあります。2項は家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて成立されなければならないとしています。ところがですね、自民党の改憲草案の1項はまず家族が自然かつ基礎的な単位で尊重されなければならないとしているんですね。基礎的な単位ってあれ個人じゃないのって、私たちはだから尊重されるべき個人からもう単位としての家族の構成員、なんか単位の中の一部品みたいなものに引きずり下ろされてしまっている。
まあ、今日はですね、もう時間がないので会見草案の24条2項3項も問題なんですけれども、今日は1項に限ってお話ししたいと思います。で、尊重されるって言って結局誰が尊重するのってこともこうやむやなんですけれども、でもこの会見 Q&A にですね、家族の重要性は国際的にも受け入れられている、世界人権宣言を参照したって書いてあるんですね。で、しかし世界人権宣言には家族は社会及び国の保護を受ける権利を有するとしています。保護するのは国なんですよね、構成員じゃ。で、先進国の家族尊重条項と言われるものも、家族が貧困などで困難な状況に陥らないように支えようと、そういう社会的な権的なものを書いてあります。ところが改憲草案は国が支えろよと、国がサポートしろよということじゃなくて、私たちに対して家族、何かの理念の家族を尊重しろよと言っていることでも全くベクトルが逆だから、例えば DV 被害者とか虐待の被害者であってもですね、家族という単位、そういう塊の秩序を敬って、まあ、グッとこらえなさいよと言われかねないと思うんですよね。で、世界人権宣言以降ですね、国連には家族に関する文書がたくさんあります。例えば女性差別撤廃、うっそ困っちゃうな、まあ、いろいろ国連女性差別撤廃条約には性を選択する権利など、まあ、そういうこともだから夫婦もあるんですね。だから選択的夫婦別姓を実現しなさいよと、これを題にして言いたいと思います。で、家事は大事なんですけども、家族は大事なのに、これ男も頑張ろうねっていうは言わないんですよね。女だけ、女がしっかりしなさいよということで、もうそれがよく分かるのも自民党の改憲啓発漫画のほのぼの一家の憲法改正って何というのがですね、とってもまあ、おじいさんたちがですね言ってたかって、若い愚かな嫁を改憲の必要性に気づかせるというものでですね、全くほのぼのしない漫画なんですけど、ぜひネットで見られるので見ていただきたい。だからそういうなんていうんですかね、結局もう活躍しろ、ただし部をわきまえろと、保育園落ちた日本死ねとか生意気なこと言わないで、子育てとかね介護とかしっかりしろ、だから、まあ、パートでいて賃金差別なんて言うんじゃねえぞと、こういった性差別とか序列とか、まあ、そういうものをこうしっかりね認識した上でやんなさいよというような、なんていうかこうネオリベとこう家制度のことゾンビがこう湧き上がってきたような、そういうこう自民党改憲草案24条を読んでると、そういうこうなんかこうゾンビの怨念みたいなものをね、私は感じざるを得ないということで、まあ、そういうことじゃなくて、国はね、私たち一人一人が生き生きと生活できる下支えをしてほしいと。だからもうまさに憲法24条の意義を実現してほしいということで、まあ、家庭教育支援法案近々ね提出されるんじゃないかっていう自民党がずっと準備してきたもの、それもまさに24条改憲の先取りだというしかなくてですね、それについても熱く語りたかったんですけど、まあ、その話を私はいろいろ原稿とかネットとかに書いているので、そちらに譲ります。ですからですね、まあ、とにかく個人の尊厳を奪って性差別や家制度を取り戻すと、まあ、そういうような改憲を阻止したいということで、24条変えさせないキャンペーンを立ち上げましたから、ぜひご参加をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。時間がなくなると早口になってしまいますが、なるべくゆっくりお願いいたします。では、次は働く女性の全国センター ACW2 お願いします。働く女性の全国センターの伊藤です。なんで参加したか、命を削らないで生きるって今日バナーを作ったんですけども、この間の定期大会でそのバナー作ったけど、どこでやるかねって、ウィメンズマーチやりたいんだけど私たち単独じゃ無理だよねって言ってたらお声がかかったので、あ、ちょうどいいチャンスってことで今日バナーを持って、参加しました。ちょっと若い人たちはもう歌ってもうすぐどっか行っちゃったんですけども、命を削られない高橋まつりさんが生きるために働くのか、働くために生きるのかということで、過労で亡くなった事件がすごく衝撃的だったと思うんですけども、今女性たちは長時間労働か、それとも細切れ労働かっていう状況です。ミニジョブって最近言われてきて、細切れってどういうことかっていうと、週3日しか働けない、だから副業になる、でだから
週3日しか仕事がないんだから生きさせろっていうのが週3日で生きさせろなんです。なんか理解できないとか過激だとか、でこの週3日で生きさせろは障害を持ってる女でも体が弱くて引きこもってる女性たちでも週3日だったら働けるかもしれないっていう意味も込めてます。でも今長時間労働か細切れかっていうことで、実はですねパートタイマーでも週20時間で厚生年金とか社会保険入れるようになりましたよね。そしたらですねどういうことになったかっていうと週3日労働増えてるんですよ。で20時間以下で働かせるっていう仕事がどんどん増えちゃって、そこが見えない存在です。で女性たちがやっとシングルで働いてる女性だとか、これで年金生活ができない人たちとか、今女性の活躍って言ってますけど活用ですよね。3日でいいから働け、休み時間なくて、私訪問介護やってるんですけどどうなったと思いますか。15分20分30分単位の仕事があって、分給時給じゃなくて分いくら、こういう世界になってるんですね。で昼休みも休みを取らせない、仕事がある時だけ来て仕事がなかったら帰っていいよ、全く めちゃくちゃな細切れ雇用、これで雇用と言えますか。同一価値労働同一賃金のガイドラインなんて安倍政権が働き方改革なんて言ってるけど、私たちの働き方改革って何だって、女の活躍って何だって、産めよ増やせよ働けよ冗談じゃないって、今だって頑張って働いてるのにこれ以上働けって何で言うんだよ。そんな気持ちで、今日はですねそういう、週3日で生きさせろ意味わかんないっていう人がよくいるんですけど、徐々に、細切れ雇用の問題はもうヨーロッパではすごく問題になって、労働組合もそのことに対して戦ってるんですけども、細切れ雇用にされてるのは女たちなので見えない存在になってます。でそういった人たちをもっともっと見えるような形で今日のウィメンズマーチ、いろんな女たちと一緒に歩けて、とても嬉しかったです。またよろしくお願いします。終わります。ありがとうございました。次はソシレン私の体から、よろしくお願いします。こんばんは。ソシレン私の体からというグループの、大橋由香子です。本当は今日別のもっと若い人が来るはず でその人が家父長制なんかクソくらいだったかな、家父長制なんかいらないというプラカードを作ってくるはずだったんですけど、体調が悪くなって、来れなくなってしまい、私は赤いものをつけようと思ったら本当に身につけるものがなくて、傘となんか紙しかなく、あとこれがあったので、これで中が青なのがちょっと嫌なんですけども、今日のマーチはをやりながら参加してよかったです、はい、で主張はですね、ソシレンっていうのは、優生保護法解約ソシ連絡会という、グループが最初でした、最初とかそれが前身なんです。で優生保護法という法律は、もともと堕胎罪という刑法が、ありまして、100年以上ね、強姦罪が見直されるとなると、もう残100年以上残っている法律は堕胎罪だけになります。人工妊娠中絶を禁止しています。その法律が今もある。そして優生保護法によって例外規定があったんだけど、その優生保護法は不良な子孫の出生を防止するという法律だったわけです。私たちは、今日のね、マーチでは、産む産まないは私が決める、女が決めるって、あのさっきの内越さんじゃないけど、まあ、私は、私の体産む産まないは私が決めるっていうふうに言いながら、歩いてました。あれプップやってたんだけど、それで、結局産む産まないは私が決めるという意味で言うと、まあ、トランプ政権もそうですけど、日本も今本当に若い女性になるべく早く産ませようということがもうどんどん露骨になっています。すでに出ているいろんな冊子もそうですが、私この間聞いたところでは、ある自治体ではその若い職員たちに、いろんなアイデアを出させようということで、話し合っていたら、中絶を禁止すれば、
子どもの数が増えるんじゃないかということが、まあ、議論で出て、それどうですかねみたいに、割と、いいアイデアでしょうみたいなふうにある聞かれた人がいたそうです。まあ、もちろんフォーマルになってるわけではないですが、でもその発想っていうのは結構昔からあって、中絶を禁止すれば人口が増えるんじゃないかって割と思われがちなんですが、人工妊娠中絶は禁止しても産めないときは産めない、産めない人は結局闇の中絶をしたり、産んでから子供を捨ててしまうというか育てられない。つまり、中絶についてはいろんな考え方があると思いますが、法律で中絶を禁止する、あるいは産むか産まないかを、一人一人に決めさせないという世の中は、もう本当にこれは最悪です。で、今世の中はというか、アメリカもあるいは日本もその最悪な方向に行きつつあるというのが非常に怖いところです。なので、ソシレンってもう気がつけば30年以上やっちゃってるんですけども、もう本当になかなか、グループを解消できないという、ところにいます。それはまあどうでもいいんですけど、あともう一つは優生保護法というのが、さっき言ったように堕胎罪の例外として一応合法的な中絶を私たち女性ができるようにしてたという意味では、まあ良くはないけれども、歴史的に意味のあるところがあったんですが、要するに、女性の健康としての避妊とか中絶のことを考えてないので、あくまでも人口政策なんですね。上から目線で、戦争中は増やそうです、敗戦後の混乱期には、減らさなきゃいけない、特に、混血児ね、戦乱の中での、強姦されたりとか、そういう時に混血児が生まれたら大変だということで、それで、中絶を合法化させたという、非常に女性の権利という観点からの合法化ではない。それに加えて、先ほどの優生手術、優生学的な不良な子孫の出生を防止するということで、なんと16歳の時に何も知らされないまま、病院に連れて行かれて、お腹を切られて不妊手術をされたという人が、1万6500人男女いる中の7割が女性なんです。で、その中の1人の人が、被害を訴えて、国に謝ってほしい、こういうことは間違ってたというふうに、言ってほしい、謝罪してほしいというふうに声を上げている人がいます。その人が、日弁連に人権申し立てをして、それを受けて本当に、2月の、22日かな、日弁連が意見書を出しました。ぜひ日弁連のホームページで見てください。優生保護法における、不良な子孫の出生防止という理由で産むか産まないかを国が奪っていた、産む産まないの選択を国が、犯していたということは本当に人権侵害です。で、それが、96年に優生保護法が母体保護法に変わったんですけど、優生保護法がどんなことをしてたのか、そこでどういう被害があったのか、全く国は何の調査もしていない。で、もちろん被害者の人に対して、謝ってもいません。当時は合法だったので謝る気も調べる気もありませんと言っています。そして今、優生保護法に関するいろんな書類が、まあ、どんどん月日とともに、なくなってきてしまっているので、その、飯塚さんという宮城県の人も、自分が何でこういう手術をされたのか、その書類を出してほしいという開示請求をしているんですが、彼女が手術を受けた年の保護台帳、優生保護台帳だけがないという、非常におかしなことになっています。私たちソシレンと、あと優生手術に対する謝罪を求める会という会と、あと障害者団体と一緒になって、3月28日火曜日に、院内集会を午前中やりますので、ぜひソシレンのホームページとかチェックしてみて、ぜひ皆さんでこういう人権侵害はおかしい、産む産まないは一人一人が決める、女が決めるんだということを日本の中で世界中で声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。婦人民主クラブはちょっと今日急遽来れなくなってしまいました。残念ですが、次シェルターネットよろしくお願いします。
皆さんお疲れ様でした。私も力の限り歩いて今よろっとしたぐらいです。全国女性シェルターネットは、ディリーや性暴力被害から自らを回復しようとするそういう女性や子どもたちとご一緒に仕事をしている草の根の民間ネットワークでしょうか、全国のネットワークです。で、基本的にはシェルターやステップハウスを運営しつつ女性に対する暴力を根絶しようという志のもとに運動を進めてきたネットワークなんですけれども、今年でネットワークができましてから20年になりました。で、この20年を記念する全国シンポジウムを今年は9月の30日、10月の1日の2日間東京で行うことになっています。この世の中からトランプ的なるもの、安倍的なるものを一掃してですね、全てのその関係性の中から暴力をなくしていく、最大の暴力である戦争や紛争をなくす、環境に対する最大の暴力である原発をなくす、女性に対する暴力を根絶する、その志に思いを一つにする皆さんにぜひ日本中から集まっていただいて、私たちが一人でももう殺されることのない、全ての人が生き延びやすい、人としてきちんと生きていける社会を今日の、マーチ のメッセージと同じようにですね、たくさんの女性たちと一緒に気持ちと力をつないでこの社会を変えていきたいというふうに思っています。ぜひこの秋には全国の日本中の女性たちの力をまた一つにまとめる場にしたいと思っています。どうかよろしくお願いします。じゃあ続きまして、明日少女隊推薦の映画監督で女優さんの水井真紀さんからスピーチがあります。水井真紀と言います。よろしくお願いします。私は日頃映画のスタッフや役者として活動しておりまして、普通にエンタメ作品、最近ですと進撃の巨人 の石原さとみさんが主演のドラマバージョンとかにも出演してたりして、全くエンタメ的な活動をしていたんですけれども、実はそれとは別に10年ほど前なんですけれども、私拉致されたことがありまして、でもその拉致されたっていうこととかあんまり信じてもらえなかったり、なんかなんだろうな、まあよくあるその二次加害的なことを受けていたりしたんですね。で、まあ大人になってこうある程度自分に実力がついて自分で映画を作れるっていう環境が整った時に、自分で映画を作るとしたらやっぱり性暴力の問題でやりたいなと思って作ったのがこのラという映画です。でこれなんですけれども、監督脚本しまして、まあ、主演は AKB48 だった茅野ちゃんっていう子なんですけれども、実際に私が拉致された時、それは連続事件で私が一人目の被害者 で警察に電話したんですけれども、ちょっと払い回しにされてしまって警察行くのをやめてしまったんですね。で実際に警察に被害を訴えたのは3ヶ月後だったんですけれども、後々犯人捕まってからそれが連続事件だったことが分かって、私が警察に行かなかったその3ヶ月の間に他の女の子が被害に遭ってましたっていうのを聞いて、私は被害者は何も悪くないっていうのは分かってるんですけれども、どうしても自分のことが許せなかったんですよ。私がその場ですぐに即日訴えて、警察もしも即日逮捕できてれば他の女の子は被害に遭わなくて済んだのにって思ったら、私他の女の子にもね、訴え出るの辛いかもしれないけれども、あなたが訴えることによって他の女の子が被害に遭わなくて済むかもしれないっていうことをどうしても伝えたいと思って、でこの映画を作りました。なので性犯罪は良くないよっていうテーマなのはもちろんなんですけれども、被害者の女の子にもそのあなたは何も悪くないっていうのを伝えつつ、でも伝えることでその後悔をなくせるかもしれないっていうのを、まあ
70分の映画にまとめたので見てもらえたらなと思います。今回なんですけれども、明日少女隊というチームの推薦で私お邪魔しておりまして、明日少女隊はこういったフェミニストアートのグループなんですね。よくフェミニズムっていうと結構怖いなとかうるさい女がみたいに思われがちじゃないですかなんですけれども、こちらのチームではアート活動で表現していくことによって、こういった、マスクをつけて匿名にすることで年齢も性別も肩書きも関係ないよっていう活動なんですけれども、こういう感じのマーチをやったりですとか、国会の前とかみんなで集まって写真を撮ったりとか、そういうのをすることによって、分かりやすく表明していくんですけれども、この明日少女隊とちゃぶ台返し女子アクションとイカれる女子会、あと NPO の幸せ涙さんとかですね、みんなでチームになってビリーブキャンペーンというのも開催しております。去年の9月ぐらいにツイッターとかフェイスブックで嫌よ嫌よは嫌っていう刑法性犯罪変えようっていうプロジェクトをチェンジオルグでご覧になった方いらっしゃるかと思うんですけれども、それ1ヶ月で1万5000人の署名集まりまして、その運営もやってるビリーブキャンペーンっていうのは4団体とで連携して性暴力の問題なくしていこうっていう活動もしてるんですね。でこちらなんですけれども、実はバッジ作ってまして、およそ300円ほどでご寄付頂戴してバッジ差し上げてますので、こちらも気になるようでしたらぜひ本日私に直接お声掛けいただければと思います。大体、この辺うろうろしてますので、こちらの活動と私の映画の DVD もね、本日持ってきてますので、気になりましたらぜひお声掛けください。今後ともご支援よろしくお願いします。続いてパープルユニオンです。お願いします。ユニオンの佐藤香織でございます。こんばんは。結構すごかったですね、パレードね。僭越ながら車の中でコールをさせていただきました、工藤さんとともに。工藤さんどこでしょうか。お疲れ様でございました。なんか2人でいろいろね工夫しながら頑張らせていただきました。300名ということで、本当に女性たちがこんな風に集まって声を一緒に上げるって気持ちいいって私は思いました。皆さんはどうだったでしょうか。パープルユニオンというのは2011年に設立をしました、というのもセクシャルハラスメントの被害に遭った女性たち、実は相談先がなかなか見つからないという現状があります。会社に相談してもなかなか解決の道筋が立たない。それから緊張室はあるんだけれども、具体的な解決策っていうとなかなかそれもハードルが高い。じゃあ警察に言うかっていうとさらにそのハードルも高い。そういった中でパープルユニオンが誰かのそばで身近で相談ができる一つの機関になればと思って立ち上げたのが現状です。私自身が十数年前に職場のセクシュアルハラスメントの被害に遭った当事者なんです。皆さん結構私健康そうに見えると思うんですけれども、その被害に遭って会う前は本当に私もバリバリ働いて頑張っていたわけなんですが、被害に遭ってからっていうのは生活が一変しました。働くってやっぱり生活ですよね。でもその生活仕事を奪われてしまうっていうことは即日々の生活に直結をします。それから、生きること命も脅かされるという厳しい現状があります。私の場合は本当に長い長い、出口のないトンネルの中をただただ彷徨い歩いているような、そんな日々が続きました。で先ほど、シェルターネットの発言がありましたけれども、実は私は民間の団体につながってその中で支援を受けて参りましたけれども、十数年経った今何がどう変わったんだろうと私はふと立ち止まって考える時があります。この十数年私の戦いの中で一つ言えるのは、3度国を相手に裁判を起こしました。
なかなか勇気のいることで、なかなか大変な決断ではありましたけれども、どうして裁判を国を相手に裁判をすることができたかっていうと、やっぱり私一人の問題じゃなかったんです。今日のウィメンズマーチみたいに私たち一人一人の声って社会全体の課題、世界中の課題だっていうことを実感したので、3度の国を相手に裁判を起こして、そして、何の裁判かっていうと、先ほど、されたかもしれませんが、セクハラで労災を認めてくれと、生活も保障して療養費、医療費も保障してほしいという訴えです。なかなか認められなかったのをなんとか認めてもらおうと国を相手に戦ったのが3回だったということです。それは私個人の声ではなくて、今置かれている女性たちの声だ、その思いに後押しされて戦うことができて、労災の新しい、基準の見直し、女性たちとともにつないだその経験があります。なんだかその時のことを思い出して、今日のパレードはなんかすごく、あ、これだな、女性たちがつながるってこういうことだなって私は思っています。たった一人のつぶやきかもしれません。でもそれはたった一人のつぶやきじゃなくて、世界中の問題で私たちの課題だということを今日またウィメンズマーチで実感をさせていただきました。これからも皆さんとつながっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。続いてスピーチの最後の黙ってられんの市村美佐子さん、いらっしゃいますか。まだいらっしゃらないじゃあ次会場だよね。はい、じゃあ、スピーチの最後に、今日本当に実行委員会、まあ、5人って最初に言ったんですけど、もちろん5人ではこんなに大規模な院内集会からマーチ、そして今の集会なんてとてもできなくって、それには本当に賛同団体の皆様をはじめ、あと個人でいろいろ本当に力を貸してくださった人たちがいます。本当にありがとうございます。で、そのお一人の、写真とビデオのアーティストのカロリーナさんは、今日はマーチと集会の写真をずっと撮ってくれていて、で本当になんかFacebook、あ、メールか、メールになんか私アーティストなんですって、東京にいるんですけど何かできませんかみたいな感じでメールをくださって、その日中にじゃあ写真をみたいな、でカロリーナさんのホームページがめちゃくちゃかっこよかったので、写真とビデオ、あ、写真をお願いしたら快く撮ってくれました。ありがとうございます。 Thank you。 じゃあ今日参加された方でぜひここで私のモヤモヤとか辛いことを訴えたいって方いたらマイクを持っていきますので、はい、どれがマイク、どうも小山祐介と言います。今日マーチに参加したかったんですけど、ちょっと時間が間に合わず、夜から参加させていただきました。今日本当にこれに参加したいと思っていて、自分がこうモヤモヤと思っているのは、僕は性問題とか、そういうセクシャルに関する出来事ということに結構取り組んでいて、女性の権威っていうのが押さえつけられてしまっているですとか、性差別っていうものがたくさん残っているっていうことはもちろんのこと、そういうことはどんどん解決していかなければならないというふうに、強く思っています。で、一番思っているのは誰も犠牲にならない社会がすごく大切だと思っていて、そこに、一番、まあ、これは悔しいっていう思いもあるんですけど、このようなアクション、ディスカッションにもあったかと思うんですが、男性も参加して大丈夫なんですかっていう投稿があったかと思います。で、もちろんその女性だからこそこうできることっていうのもあるかと思うんですけど、こういうアクションにこそだからこそ男性も参加したいという思いがあったりもします。積極的に男性が参加して、
男性も同じようなことを思っているという同じようなアクションを起こしたいという方もたくさんいると思うので、そういった方々ももしよければ受け入れていただけたらなというふうに思っています。でかつ性別問わず、ジェンダー問わず、社会的マイノリティ、セクシャルマイノリティ問わず、誰もが個々を発揮できる社会をこれから作っていくべきだというふうに思っています。自分もそのような社会に作ることに、少し貢献できたらなと思い、日々活動しています。少し何か皆さんの力になれれば、とても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回のマーチとかイナイ集会すべて男性の参加も可能ということで一応宣伝はしておりました。行き届いてなかったかもしれません、すみません。それからぜひ男性たちにももちろんジェンダー平等の男性たちの問題でもありますので自らアクションを起こしてやっていただければと思います。ありがとうございます。ヒカキン会長からご発言ありませんか。後ろからマイクが参ります。私はモヤモヤというより怒っているのは NHK に怒っています。去年例のオベッカモミー会長が辞めるということで今年はとても期待していたんですけども、結局なんだかNHK のニュースだけ見ていても国会中継の見どころとか強行罪に名を変えたテロなんとか罪とかあと南スーダン派遣の自衛隊の問題とかそれから今の大阪の国有地隠せ薬物払い下げ問題なんかも NHK の報道は本当に少なかったり民放で散々やってそれで仕方なくかなり遅れて報道し始めるみたいなそんな感じで私は白黒テレビの時代から始まったテレビとともに育ってきた昭和のおばさんなので基本的にテレビから情報を得たいんですけども受信料払ってるのに何なんだと思って怒っています。なのでこれは自分で勝手に言ってやってることなんですけど今年は NHK 対策強化年間にしようと思ってとにかく去年まではちょっともみ会長だと難しいと思ってあまり苦情の電話とかしなかったんですけど今年はもうとにかく気がついたら面倒がらずにまめに苦情の電話入れたりそれからたまにいい報道があったらしっかり褒めたたえたりとかしているのでもし同じようなことを感じていらっしゃる方がいらっしゃったらこの NHK 対策強化年間にご協力していただけたら嬉しいなと思っています。以上です。ありがとうございます。ぜひ共感された方は他に会長からこんなことでもというアジアで政治のセンターにも関わっているんですが北京ジャックという北京会議20年前の北京会議にできたグループで活動しています。で今日は実はこれ私の大先輩で今災害の問題にジェンダーの視点を入れるというそのディアガールという言葉なんですが災害リスク削減というこれがキーワードになってましてそこにジェンダーの視点を入れることが大事だっていうんで2011年以降堂本明子さんとか私より一回り上の80を過ぎた人たちが本当に元気に活動6年間してきて一応文章の中にいろいろ男女のジェンダーの視点とか入ったんですが入ることは言葉が入って現実は全然それ動いてないということで現実とそれの会議がすごく大きい
ていうことも何が言いたい実は今日これ吉武照子さんの畳のジャケットで、あの世代の80を過ぎた吉武さんがもし生きておられたら今年86なんですね。でその世代の人たちっていうのは本当に怒りを持ってあの生きてこられて、私は その先輩のお姉さんたちからすっごくたくさんのことを学んできました。で今あの石崎さんが生きておられた、杉子さんが生きておられたらこの状況をどんなふうに本当に怒っておられるかっていうことをですね思い出しながら今日これを着て、こういう時にはいつも石崎さんの洋服を着てくるんですけれども、私は本当に怒ってます。で特にこの間の NHK の報道だけじゃなくて民間のテレビ局の報道を見ていて、一つはですねあの北朝鮮のあの金正男があのこう殺されたっていうあの問題に関して私たちにどこまで関係があるのかって、あの報道ばっかりどこをつけてもあればっかりで、結局これはもう共謀罪だとか森友学園だとかそういうものを目を隠すためにこういう報道ばかりなされてるっていうね、本当に人をバカにしてるっていうか、それからもう一つはですねショッピングのもう今度アジア女性城センターで3月26日に2時からあのスペース近郊であの白石聡さん来ていただいて、あの今の公共テレビがですねまさにあの2チャンネルと同じようにヘイト番組になっているあの沖縄のニュース女子の問題ですね。でその問題についてやっぱりなぜこんな風に公共放送までもう完全にこう本当に力を奪われたのかっていう、その構造をきちんと勉強したいと思っています。それから沖縄の問題もそうです。それから福島の問題、私の友人はずっと一切東電に対して浪江町から避難して仮設に入って、そして東電に対して月10万以外の申請書を書くことを拒否して戦ってきました。なぜ自分が東電に書かなきゃいけないんだ、こんなたくさんの資料を、ね、そしてとうとう戦い疲れて彼女はあの心をあの鬱になってですね、最近もうしばらく離れるっていう福島を離れてしまったんですが、今福島と沖縄の起こっていることを見れば本当に私たちは そこから目を向けてはいけないっていう意味で、もう怒りの感情は人間にとって一番大事な感情なんだっていうことを教わったのは吉武でございますからでした。でそういう意味でもっともっと私はなんでもっとみんな怒ってくれないのかっていう思いでいっぱいです。一緒に思いっきり怒りましょう。皆様こんにちは、私は渡辺照子と申します。シングルマザーで同じ派遣先に、今年でもう17年勤務をしております。派遣なのに17年勤務しているっておかしいなと思っていただければありがたいです。派遣は本来臨時的一時的な働き方であるにもかかわらず、正社員と同じ仕事をさせられながら正社員のようなボーナスや退職金、それから交通費ももらえないという身分の格差の中で働いているという状況です。一昨年、派遣法が改悪されました。私のようにずっと長く働いている人間も3年ごとに首を切られるというそういう悪法です。で私は一昨年参議院の厚生労働委員会で、派遣労働者当事者として発言をしましたけれども、その時の自民党の与党の議員の非常に不真面目な態度にとても頭がきました。こんな人たちに私のような必死で働いている人間の不正差徴奪権を握られてはならないと強く心に思いました。こんな世の中を許してはならない。それには私のように貧困にあえぎながら必死で頑張って必死に働いている人たちが一人でも多く声を上げることが大事なんだと思いました。ありがとうございます。そして多くの女たちが一人一人の声に耳を傾け、私もそうだ、あなたもそうなのねと、そうやってつながることがどれほど安倍政権に対して
多大なる脅威を与えることでしょうか。私たちの問題、一人一人の問題は私だけの問題じゃない、あなただけの問題じゃない、みんなの問題なんです。そういう心が私たちを強くします。私はいつもこの言葉を胸に置いています。個人の問題は政治の問題であると。あなたは悪くない、そう言ってもらえることが私にどんなに救いを与えたでしょうか。私はシングルバーダーになったとき、こんなひどいことを言われました。あなたをシングルマザーにさせるようなそんな男を選んだんだから、あなたが悪いんだと。そんなおかしい話があるでしょうか。もちろんシングルマザーは働いています。養育費ももらっていない。そうやって一人二人子供を育てているにもかかわらず、そういう刃のような言葉が突き刺さっています。今隣にシングルマザーの人がいたら、あなたは悪くない、どんなに頑張っているか、そうやって寄り添ってください。ご託戦を立てるんじゃない、アドバイスをするんじゃない、ただ一緒にいてくださるだけでいいんです。そして派遣の人間に対しては同じように仕事をしているのに、私はもらえているボーナスや交通費、あなたはもらえてないの、頑張ってるのに悔しいね、そう言っていただけるだけでどんなに救いになるでしょうか。制度はすぐには変わらないけれども、一人一人の思いに寄り添っていけば、それが一人でも多く増えれば、私たちはきっと強くなれるはずです。私は今希望をここで見出しました。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ダマラレンは戻ってきましたか。あ、黙ってラレンか、ごめんなさい、黙ってラレン。他にあ、じゃあこっちからみなさんこんにちは。今日交流させてもらいました工藤さなえと言います。私は今アジア女性使用センターでインターンをさせてもらっていて、大学に通っているんですけれども、その私はそのずっと小さい時から女性でいるっていうことがすごく辛くて、その親にそのお兄ちゃん2人いて、やっと女の子生まれたからって言って全身ピンクにさせられたりとか、そのしたりとか、そのシャンプーの CM で、私天然パーマなんですけども、すごいストレートのサラサラの黒髪が美しいみたいな、それが女性の美だみたいな言われて、私はこの天然パーマでチリチリでその女性の美から外れてるんじゃないか、それはなんかすごくいけないことっていうか、その女性としてダメなことなんじゃないかっていうふうに思って、なんか小学校4年生で宿毛矯正とかかけたりしてすごく辛くて、なんかそういうことが多かったんですね。で、なんかその大学でジェンダー学を取って、そのやっぱりこれっておかしいんだって、私は私らしく生きていいんだっていうことが分かって、とっても気持ちが生きるのがすごく楽になったんです。で、そのこんな女性運動もっともっと盛り上げたい、私はいろんな女性たちと関わり合いながら、その女性の権利をもっと大きくしていきたいって思って、そのアジア女性資料センターに行ったんです。それでその本当に何の知識もない中でこうやって参加させていただいて、多くの賛同団体の人とか賛同人の人とかと関われて本当にすごく勉強になりました。そしてすごく元気になれました。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。
さん、歩かれた皆さん、お疲れ様でした。スピーチはすごい面白かったです。私は、都内の大学院に通う大学院生です。コレツネンカリンと申します。まあ、今日なんかモヤモヤを喋ったらどうかということで、ちょっと私のモヤモヤをただ言いたいだけなんですが、あの2月11日に朝日新聞の声の欄で、女性が優遇されすぎじゃないのっていう、そういう投書が載ったんですね。で、私はそれに対してどんな反論が載るかなと思って見てたんですけど、なんかあんまり反論が載ってないと、私が見てる範囲では載ってないのにちょっとショック。やっぱ自分が書かなきゃダメが当たり前なんですけど、なんかもっとたくさん載るかなと思ったんですが、すごいショックでした。で、その女性を優遇しすぎじゃないのっていうので、まあ彼21歳の大学生が載せているんですが、まあ、家賃補助制度ですね、女学生に対する、あと推薦入試における点数加点、あとレディースデー、あと飲食店での女子会割引っていう例が上がってるわけです。全くもってくだらないですね。そんな些細なことぐらいで女性が優遇されすぎだなんて言ってほしくないと思います。で、まあ、そういうことが、まあ、女性専用車両だったりとか、まあ、この間の北海道大学での図書館で痴漢があったからって言って女性専用席を作ろうっていう、それでネットで大反対が起きてやっぱ撤去しますっていう、そういうこと自体が、痴漢っていうのがどれだけ人の心に傷つけて図書館に行けなくなるぐらいの、そういう辛さを抱えることになるかっていうことがどうして伝わらないのか。それに対して、俺は痴漢じゃないし、俺は差別してないし、そういう問題じゃないんですよ。差別している人がいる、痴漢する人がいる、それに対して声を上げてほしいですね。それに困っている人の声を無視するっていうこと自体が私はもう許せないと思っています。まあ、そういうなんかこう怒りっていうか、モヤモヤを今日抱えてきました。なんかやっぱ差別の問題っていうのは、なんかそういう、そんななんか簡単なもんじゃなくて、私のこと何も知らないのに女だからって言ってバカにされるってことなんですよ。侮られるってことなんですよ。会ったこともないのに。そういうことだっていうことをちゃんと分かんないと、そういう、そしてその女性たちの歴史ですね。あの今日結構院内集会でも出てましたけど、未来を花束にしてっていう映画、あそこで女性たちが参政権を得るために、発言権を得るために、お前の存在は無だっていうことは打ち消すために命がけで戦ってきた、そういう歴史を知らないで、例えば去年の参院選の時も、まあ、選挙よりパンケーキの方が大事だからっていう、まあ、あれもそういう女学生わざわざ出した、あ、女学生で会社員でしたけどを出したっていう、そういうテレビ自体もおかしいですけど、そういう人がいるっていうことを、その歴史が全然踏まえられてない、伝わってないっていうこと自体を、やっぱり私はちゃんと自分が伝えていかなきゃいけないな、今日は力を持ちたいなと思って、まあ、今日パレードに参加しました。あの皆さんとご一緒できてとても嬉しかったです。頑張りたいと思います。ありがとうございます。黙られんじゃなくて黙ってられんが戻ってきましたので、お願いします。あ、ここに来てほしいです。それで今日あのバナーを作ってくださったのが黙ってられんの内村美沙子さんです。このバナー。ありがとうございます。黙ってられんの、メンバーのものです。黙ってられんはですね、去年、4月26日に、沖縄で、暴行女性の20歳ぐらいの女性が暴行され、そのまま遺棄されたという事件がありました。それがまた、もや、元海兵隊兵士の、がやったということで、もう沖縄では、まあ、基地がある限り、こういった問題がなかなか消えない。またかということで、また沖縄の人たちが、まあ、もちろん、追悼されてたんですけれども、これはですね、あの私たち東京にいる者にとっても、すごく辛い、苦しい、事件でした。で、そこであの
まあ、あの東京にいながらもそういう性暴力、性被害、そんな問題を、いつ起こるかわからない状況、基地があってですね、近くの基地があって、そういった状況に置かれている沖縄を放置している東京の者としても辛いし、同じ女性の人たち、がですね、性暴力被害に遭う可能性の遭う人たちが、私自身の体もすごく辛くなったということでですね、そこで集まった、人たちで東京、関東にいる人たちで、スタンディングアクションを、東京の、新宿区でやりました。それでその時に、まあ、ノーミリタリーがおり、レイプをやめろ、性暴力は嫌だ、基地はもういらない、世界中に基地はいらない、自衛隊自身もいらないというような、ですね、メッセージなどを掲げて、立っていました。でですね、それをまあ、これは人事なんですけれども、そのスタンディングアクションを人事しまして、まあ、これを置いていろんなところで置いていくと、もうこれを持ってすぐ未だに、たくさんこれを欲しい欲しいと言ってくれる人がたくさん出ていて、ですね、これは後ろにですね、年表がついています。で2016年、去年の事件からずっと遡ってですね、ずっとありまして、悲しいくらい長い、歴史が、このレイプ事件ずっと、レイプとか殺人事件がずっと、これ女性に対する、レイプ殺人事件がここに載ってるんですけれども、これは、基地軍隊を許さない行動する女たち、沖縄にあります、その、資料を、このように長い縦に伸ばしたら、もう180センチ丈よりも、私身長高いんですけど、縦にずっと長いものになってしまいました。もう本当にこれをやめたい、この歴史、悲しい歴史をですね、止めたいということで、私たち、まだまだ声を上げて、全く黙ってられない、黙ってられんということで、スタンディングをまた、期待あることにやっていきたいと思います。今回はもう今日もコールを上げて、みんなで黙ってられんというふうに連帯したと思いますので、皆さんこれからも一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。疲れてきましたよね。私も疲れました。では、最後ですね、ウィメンズマーチオンワシントンがあった後に、さっきもお話ししましたが、すぐに3月8日に女性ストライキをやるという発表をしたんですね。で、主催者の方たちが書いているいろんな声明とかですね、ニュースとかを見ると、やっぱりそこでガッとエネルギーが集まった後に次のアクションを打ち出さないとですね、すぐシュートを忘れられちゃうということで、日本でもですね、どんどんこれからまたこれで終わりじゃなくてですね、どんどんアクションしていきたいなと思っています。で、4月10日は何の日かご存知でしょうか。日本で女性たちが参政権を手に入れた日、それも女性の日ですと言っていますが、その4月10日にイベントがありますので、その時もマーチがあるんですかね。ちょっと告知をさせてください。4月10日はそうですね、女性の日になっていて、1946年に初めて女性が選挙で選ばれた日になっています。今年は女性が参政権を行使して72年目になっていて、4月10日にマーチと夜のイベントを用意しています。今日はちょっとできたばかりのチラシ、夜のチラシしかないんですけれども、ぜひお持ち帰りください。この今日のマーチのエネルギーをぜひ次の、しかも女性がもっと政治の中で発言権を得られるようなアクションにつなげていきたいと思っています。よろしくお願いします。それで今日
3月8日のその呼びかけに応えて、国際的な呼びかけに応えてやったので、またウメンズ・オン・ワシントンがやった主催団体からいろんなアクションが呼びかけられると思うので、アジア女性資料センターのウェブサイトとか、フェイスブックとか、このウィメンズマーチ東京のフェイスブック、ツイッターなんかでそういう情報も発信していきたいと思います。で、今決まってるのは4月10日ですが、それ以降も皆さんのエネルギーを持続させるためにですね、いろんなプラン、世界中の女性たちがもう勢いづいてますので、そこに日本の女性たちも連帯してですね、社会を変えていくためのいろんなアクションを起こしていければと思っています。はい、現在、福島さん来てくださっていますので、一言いただきますか。マーチには参加できなかったんですが、昼間の議員会館と今日の集会参加できて、なんかみずみずしい自分というか、10代のやっぱり女らしいなんて、おかしいぞと思い、私は私で生きるぞとさっき話がありましたが、そんな気持ちをまた改めて思いました。トランプ政権になったけれども、アメリカの女性たちものすごく元気ですよね。だから日本でこれにこうするマーチができてあって、すごく私も嬉しくて参加していきたいと。4月10日もあるそうで、そして実は安保関連法に反対するママとかいろんな人たち、実は保育園落ちたっていうんでママたちもいっぱい来るんですよね。なんか女の人たちがもっともっとつながって、もっともっと広がっていけるように、私も誘ったりやっていきたいというふうに思っています。国会のおっさん政治をなんとか変えたいっていう、この軍事化にが本当に嫌だと思っていて、やっぱりその森友学園もそうだけれど、個性って邪魔なわけじゃないですか。教育直後を暗唱させて、家族が大事、郷土が大事、国がためにっていうふうにこうなっていくわけで、確かに家族は大事だけれど、その前に個人ってあるわけで、憲法24条改悪の、家族は互いに、家族が社会の最小かつ基礎的な単位である、家族は互いに助け合わなければならないということは改悪そのものなので、こんなことを、やりたいと思っていることと戦っていきたいと思っています。今国会で、共謀罪もとんでもないんですが、家庭教育支援法案ができると、やっぱり私は憲法24条改悪の先取りになるようになるとも思っているので、本当に変えたいと。女の人の役割を強化するような方向は本当にごめんだというふうに思っています。で、女たちがつながることで社会も変えられるし、今ちょっと今国会、こういう法案出さないようにっていうちょっとネガティブな言い方をしましたが、もっと政治参加の意思決定の場の法案が促進する法案を全会一致で出そうという動きがあり、性暴力被害者支援法案はまさに継続審議中です、継続してますし、 LGBT 差別解消法案も野党の案は継続審議なんですね。だからポジティブにも女たちがつながって、女たちがつながることでこの社会も、そして政治も、そして私自身はその中でもっと楽しくなるぞっていうのは、すごくいいイメージをたくさんの人と共有して頑張っていきたいと思います。ウィメンズマーチで安倍政権が、倒れるぐらい頑張りたいと思います。倒れるぐらいじゃない、ね、倒すように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。福島みずほです。ありがとうございました。今日いろんなイシューがここで共有されました。プラカードにも本当にいろんなイシューがあって、そういうことが皆さんに共有されたので、ぜひ今後もそのイシューとしてつながってですね、でも、全部のイシューがつながっているわけですけど、ここで出会った出会いを大切に、運動とかいろんな場面でこれからつなげていければいいなと思っています。最後にですね、皆さんで集合写真を撮ってもいい方は撮らせてください。で、せっかく皆さんこういう帽子かぶってますので、こっちステージ側から撮ります。で、この辺にぐるっと座っていただいて、座ってる人はその